今回はぼっちクリスマスガチャ2020引きます。でこれいつもはここのモンスターのところになんかコンセプト作って編成してるけど、今回はまあ、ぼっちクリスマスということで、まあ、誰もいません。いや、クリスマスに誰か一緒に過ごそうかなと思ったけど、誰も来てくれませんでしたみたいなね。なんかそれやります。で、まあ、今回はカメハメハアルファ、ヒバナアルファ、アロンアルファなんですよね。で、まあ、カメハメハアルファは、まあ、割と欲しい。超砲撃で結構強そうだしね。あと反撃でなんかいろいろネタとかも今後使えそうで、こっちもまあ、シールドンとビット2大ダメージ、まあ、マーチでも使えるし、あと2回銃で使えるっていうのが一番助かる。あそこ地味にめんどくさいから。でシールドンとビットンは、まあ、シリウスしかり何かしら、まあ、1回くらいどこかで引っかかってくれるでしょう。対応ギミックも結構多いしね。なんで将来行きたい。でアロンアルファはこれは一番興味ないから、まあ、将来性の塊ね。未来もしかしたら輝くかもしれない。今はちょっと分かんない。なんでこれ引きます。なんでまあ、とりあえず、アロンアルファは、まあ、最悪。まあ、引けなくていいや。カメアルファと、あと、ヒバアルファは欲しいね。お!そういえば、もうこれで、今年の新イベ全部出たじゃないですか。何引くべきだったんだ。引くべきだったのは、まあ、やっぱり、リヴァイとキリトと、あとなんだろう。うわ。で、これで、あ、ヒバアルファね。リヴァイ、キリト、あとなんだろう、普通に死んでたらやっぱアザトースとマルタガチャ。あと何かあるかな。まあ、鬼滅ガチャも割と結構使えること多かったね。未開の16とかで、はい、多分その辺ぐらいかな。やっぱ基本的にはコラボ引いとけば割と外れないイメージあるけどね。でたまに新イベはまあぶっ壊れぶっ壊れ、うわコラボ引、コラボ引いて、まあ、新イベぶっ壊れは結構期間あるから、もうその時には割とバレるからね。引くべきか引けないべきかで、その辺で結構境目あった気がする。うん、はい。で、今回は、どうだろう、このクリスマスガチャ。正直、今引かなくてもいいと思うんですよね。31日まであるし、まあ、大晦日だったりで確定演出とかもあるから、あとなんだっけ、復刻もある可能性も全、うわ、ちょっと、なんで同時に出てくるの。こっちの方が珍しいじゃん。ピックアップしてないんでしょ、これ。リチャードピックアップとかある。うお、なんか割と引いてる。で、これで、うわ、なんかね、最近ちょっと思うんですよね。動画にしない方がいい結果出るんじゃないかって。なんだっけ、ちょっと前のマホロバも、割といい感じに出たから、なんか動画にしない方がガチャ的に引きがいい説ある。動画撮ってるから運営さん操作してやろうみたいな感じの思惑あるかもしんない。はい、はい。うわ、やべ!やべ、亀がマジで来ない。亀来ないんだけど。いや、アロンアルファはいいよ、別に。蓬莱くらいでしょ。蓬莱で困ってる人は、これすごい強いと思う。アンチブロックと、あと貫通になって反射になれる。で、無属性耐性持ってるから、電線切り対策もできてるしね。割と強い気がする。はい、はい。うわ、マジ出てね。あれ、何パーだっけ、確率。1パーとか、その辺くらいでしょ。1.2 ね。うん。なんで、まあ、こんな感じね。はい。でもグングニアルファも、グングニのアルファは今も普通に使うし、24とかで。で、グリムアルファは、なんだかんだ未開ですげえ使うから、で、対抗バアルファはカウンターアキラすごい。だから結構あっちも、今やってきても、うげえ。うわ、豚に乗ってるメリオダスかよ。で、今の普通に今やってきても、ありだもんね、あの性能全部。だから結構、あれも割と引くべきガチャだったかな。今回は別にそんな。いや、でもカメハメハアルファは将来来ると思うんですよね。一回くらいは。やべ、今回引き悪くね。あれ、まずいな、これ。で、はい。確定も出ないしね。最初の逆回転だけだったからな。いや、そろそろ出てほしいな。メインとサブ1が、あれ何連した？もう、それぞれで合わせて100連ぐらいしてるじゃん。1体も出ないんですけど。3.6% なのに合計で。うわ、出ねえし。出ねえし、電撃弾のそっち出てきたし。どうしよう。まずい。おい。いや、マジで出ない。いや、これで出なかったら80連。80連でピックアップ1つも出てないんですけど。いや、マジでこれは苦しみますじゃん。お、いや、来ましたね。いや、これで、はいはいはい。
おおお、亀来ました。いやでもサブが出ない。サブマジで何も一体も出ずに終わったじゃん。お、いや星玉で出るか。でカメハメハはこれで何体？多分2体かな。おお、割と引きんじゃない。でこれも止まってるし。お、いや引きんじゃない。まあアロンアルファはまあ別にあれだけど。いや、なんか最後に最後に収束がでかいな。いや、今まで、これ合計何連したっけ？いや、これはすごい。おー、ハゲ。これすごいな。初めて見たかもしれない。今まで YouTube に動画めちゃくちゃ出してきたけど、こんな引き初めてだな。いや、これすごいね。しかもなんか特 M 持ってる。あー、いらね。逆だったらよかったのにね。まあ、こんなもんか。はい。で、これはもう終わったから、あとは、いや、これ、ちょっと待って。カメハメハさん、火花にアロンアルファさん、これ1万円課金だな。1万円だけちょっと課金してくるね。でこれで1万円課金してきたから、あともうちょびっとだけ引きます。で火花と火花2と、まあ、カメハメハアルファが1体出たらもうこれで終わっていいね。いや絶対この後復刻だったり確定のカジャジャジャ、あと来年の新春絶対来るから、いやそんなにオーブ使いたくないしね。1000個貯めたいから目標は。はい、いや頼む、カメハメハ、よし来た、これで来たでしょ。カメハメハ、カメハメハか火花、カメハメハ火花、よしよし、あと火花、あと火花2体。火花はマジで将来のネタ攻略要因としても全然あるから、艦隊でシードンビットブラシャシャシャみたいな。はい、いや頼む頼む、マジで火花来て、火花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 、うーわ誰君にお呼ぼ、うわ、しかもまあこっちも妙いばいいし。うわ、なんか今回関係ないやつ出すぎじゃないちょっと。これで、はい。いや、頼む、あと火花2体、火花2体。こういうのピックアップないからね、個別ピックアップ。いや、なんでこういうの個別ピックアップないんだろう。ふみさん、来年くらいから実装してくんないかな。はい、はい、はい。お、いや、これ来たんじゃない、大体来るよね。頼む、頼む、よし、よし、あと1体、あと火花1体、あと火花1体出たの。いらねえ、うわ、アロンアル接着剤は出直してこい、まったくホームセンター行け。あー、やばい、マジで、火花、火花、うわ、はあ、いらないよ、アロンアルはどこで使うの。ちょっとコメント欄でどこ、蓬莱で使う、また。いや、そろそろ、うわ、こんな確率ある。逆にさっきのもあれ珍しいわ。で、これで、まあ、コンプしました。うわー、嫌な予感できちゃいました。なんかこういう時いらないって言ったキャラが本当に顔出してくるパターンすごいあるしね。いはい。これ、はい。そういえば、挑戦権のあれって SS に効くのかな。まあ、これ挑戦権にしたところでっていうのもあるけど、挑戦権のなんか速度減速がどうのこうのみたいなのあるじゃないですか。あれって、どうなんだろう、こういうのだとすげえ影響でかいのかな。お、いや、来たんじゃない、頼む、来た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 。お、得得る。いや、いや、いらねえ、カメハメハ来てよ、それだったら。ちょっとカメハメハだけ欲しかったのにな。うわ、いらな、いらな、毒我慢か。これは、いや、でもカメハメハ、あともう一体欲しい。できれば。殴り要員のカメハメハも一体ちょっと作っときたいかもしれない。あと、いや、いや、でもよく見たらみんなコンプしてんな。今回、かなり引きいい方だったかもしれない。ちょっと待って、これ、この二つが傷のオーブ、割と余ってた端末は、この二つだけ引きます。これ引いて、終わろうかな。はい。いや、カメハメハ、頼む。カメハメハ、いや、ここまでカメハメハを欲しがる人は、初。いや、頼む。でも、ちゃんと、あれ、普通のカメハメハの方も特 L つけて挑戦権しながら、一体来て、一体来て、一体来て、お願い、お願い、お願い。